軍事茂ただ、軍事茂ただ、軍事茂ただ、成田だ、万、ま、延元年11月17日、1860年12月28日、大正13年、1924年8月15日は、日本の海軍軍人、探検家、開拓者。開拓事業団、包囲さを議会を結成し、北千島の探検、開発に尽力した。 実業家のコ田成ナは二位。小説家のコ田露伴、日本史学者のコ田重友は弟。バイオリニストのコ田延、安藤美ゆは妹である。江戸下や三枚橋、横町、現、東京都台東区生まれ。陽名は金次郎。爆信コ多生延の次男であったが、幼少時に、死死がなかった親戚の軍事家の養子となる。しかし、 明治維新に伴って、お家断絶がなくなったことから、養子の意味がなくなったため、軍事制のままだ岳に戻ることになった。1872年、明治5年、海軍兵学寮予科入学。この時、受験資格には、年齢が不足していたので、年齢を詐称している。海兵の卒業クラスは6期で、斉藤実が同期生である。海軍軍人として、海兵教授。 海軍大学高校合学生一期、加藤智三郎、松本我が同期卒業などの履歴を踏むも、次第に千島拓殖を志すようになる。当時の千島は、ロシア帝国との国境地帯として一部の人間の間で重要視されるようになっていたが、厳しい気候条件などもあって、日本政府はあまり帰り見ていなかったのである。軍事の千島拓殖計画は、 海軍貸し官の退職者の間で次第に噂になっていき、軍事のもとには、千島拓職の希望者が集まるようになっていた。1892年、明治25年、軍事は千島移住主意書を海軍当局へ提出する。しかし、海軍上層部はこれを許可しなかった。同時に軍事が希望していた、将官、露天王の貸し下げも軍は拒否している。この理由について、 津那淵県庁は、ロシアに対する遠慮があって、海軍が公式に千島へ向かうことはできなかったのではないかと推測している。しかし軍事は諦めず、海軍隊員を退いて、予備役となり、民間人として千島を目指すことにした。しかし、予定していた船の手配ができず、かといって、自前で予定と同等の船を用意できるほどの資金も、軍事にはなかった。悩んだ末に、 横須賀鎮守府で不要になった探偵を払い下げてもらい、これで千島へ向かうことにした。軍事は海軍兵学校時代に東京湾内探偵巡行を実行した。これはその後海軍兵学校の恒例行事となり、校舎が江田島に移ってからも続くことになった経験があるど、ボートの操作には慣れており、他の宅職希望者も元海軍の人間であることから、ボート技術は身につけていたとはいえ、 これは危険な計画であった。しかし、軍事以外のメンバーの中には、すでに家族の説得や勤務先の退職をして、千島移住の準備をしていた者も,も多く、計画をあまり延期することもできないという事情があったのである。こうして、給与の策とはいえ船の三段もついた軍事は、1893年、明治26年2月22日、後に、 千島拓殖演説と呼ばれる講演を行い、その翌々日には、土方久本区内大臣から拓殖隊に、法医者を議会という名が与えられる。これらが、新聞などのメディアで報じられると、その反響は大きく、同年シベリア横断を実行した、福島康政と共に、国民の人気を集めるようになった。添田押しせ坊は自伝、押しせ坊流星紀の中でこの二人を歌った演歌が、 ヒットしたことについて語っている。また、福島中佐、軍事体異変性スゴロクが売り出されたという記録もある。これら世論の高まりによって、岩崎八太郎や黒田清高、谷盾といった面々をはじめとして寄付金は、当初の予定額を超えるほどに集まり、また入会希望者も続々と増えることになった。しかし法医さを議会には入会は、海軍出身者に限るという内規があり、 このため、岡本勘介、かつて日本人として初めて、カラフト一周に成功し、1九百一年、明治二十四年、要修正には、千島議会を結成て、千島探検を試みたが、船の沈没で失敗したも入会を断られているが、ここで陸軍出身の白瀬信は、自分が海軍出身者でないためボート技術に不安があると、言うなら、立候と私船を使って、 独自に千島へ渡るので迷惑はかけないと熱心に入会を希望した。最終的に軍事はその熱意に負け、例外として、白瀬には入会を許し、白瀬ら,らは立候の後に北海道で合流することになった。また、もう一人の例外として、東京朝日新聞社の横川雄治、後の横川昭蔵が特派記者として同行することとも決まり、3月14日は、 東京美術学校で軍事の弟である、高田ハンらにより、送別会が開かれ、3月20日には、隅田川で、出発のセレモニーが行われることになった。ところが、ここに来て、軍事の行動に対しては批判も出てくることになる。例えば、大日本教育新聞は、堅牢な小舟を手に入れられる程度には、資金が集まったにもかかわらず、 ボートでの航行という危険な計画を変えないのでは、千島拓殖ではなく、ボートでの冒険の方が、目的のようではないかという内容の批判を行った。この批判に対して軍事は、その手記に、資金と防止式、ため、やむを得ず、企てたる探偵が図らずもそうとなりとして、賛成せられたるより得たる、この資金をもって、小舟を、賃や問いするが如きは、 世の大いに外るところなりと記している。また、河村住吉中将は、探検が成功していないうちに賞賛を受けるのは、褒められることではない。己を不意調するのではなく、ひっそりと出発すべきという内容の手紙を軍事に送った。軍事がこれに対して、どう考えたかということについて、手記などは残っていないが、どう考えていたにせよ、世の注目は軍事に集まりすぎるほど集まっており。 もはや計画は変更できないところに来ていた。1893年、明治26年3月20日、軍事以下、約80人の法伊佐お会員は5隻のボートで、姉妹と旅立った。当初軍事は、公開日数33日、気象などのために航行不能の日が33日、それに、余裕の10日を加えた計76日もあれば、 目的地へ到達できると想定していたが、しかし実際は、この予定通りには全くならなかった。5月10日、一行は全皇帝の約1、6の地点である、釜石港付近にいたが、当初の予定であればこの日には、全皇帝の約2、3の地点にあたるエトロフ島についているはずであった。当初予定からこれほどの遅れを出した理由としてなどの、理由が挙げられる。 もっとも各地での歓迎については、軍事一行にとって悪影響のみがあったわけでもなく、例えば気仙沼では地元の特殊家から、穂船、帝穂丸の寄贈を受けた。また、仙台では、押川正義の紹介により、牧師の高橋伝五郎が同行することになっている。託色事業には宗教者が絶対に必要だと考えていた。しかし、 宅職参加に名乗りを上げる宗教者はそれまで一人もいなかった軍事にとって、これは渡りに船であった。そのような中、5月22日に軍事一行にとって大きな事件が起きる。この日八戸のサメ港を出港した軍事たちは、下北郡東通村知らぬかの沖で暴風雨に遭い、ボートのうち一隻が遭難、乗組員10人が全員死亡したのであった。 さらに二十七日には、別行ほどで、千島へ向かっていた、丁穂丸が暴風雨によってサメ村、現、八戸市奥久木沖で遭難し、これも乗組員9人が全員死亡した。その上、二十八日には、軍事が負傷し、八戸病院に入院することとなる。この負傷については、公式発表では、部下の田原あぜきちによる、 過失障害となっているが、サメで軍事が宿泊していた旅館の人間の証言、などから、軍事の自殺未遂説もあり、詳細は不明である。この一連の事件のため、一行はそれまでの計画を完全に諦め、軍艦岩木に栄光されて、当初の予定では占い森島についている、はずの6月5日に、函館へ入港した。ここで、白瀬信ら立組と合流すると、地元の符号、 平手木三郎の行為でその持ち船に便乗させてもらい、6月17日、エトロフ島のシャナに到着。ここから先への船便の当てがなかったこともあり、軍事は一旦ここに、法医サオ議会の本部を設立することにした。7月3日には、軍事のジップである、高田聖延をはじめとした会員の家族も到着して、道中での遭難死者、脱会者を除いた。 法位さお議会のメンバーがほぼ千島に揃ったことになったが、あくまでも占い森島が目的であった軍事にとって、エトロフ島での生活は、本意ではなかった。そのような中、7月2十日、医療採掘のため捨てごこ担当に向かうという、安広丸という小船が社内に入港する。軍事が便乗を依頼したところ、安広丸、選手、馬場貞史郎の返事は、捨てごこ担当には、 要塞のため20日ほど滞在するからその間に、占い、森島まで送ってもよいただし全員は乗せられないので15人程度にしてほしい、というものであった。こうして、軍事は、自分や知らせ、横川雄治、高橋伝五郎など18人の先遣隊を選抜し、安弘丸に乗り込んだ。7月31日、安弘丸は、捨て心担当に到着する。しかし、ここで、 ババは、占い森島への開港を拒否し、期間途中に、シムシル島によるのはどうかという大案を出してきた。ここで、ババが、当初の約束を保護にした理由については、はっきりしていないが、採掘に、手一杯で、安広丸を、占い森島へ開港させる人員が確保できない。ことや、千島が、荒天気に入る時期であったため、占い森島へ開港させる間に、不慮の事故が起きるなどして、 硫黄を持ち帰れなくなることを恐れたのではないかと推測されている。便乗者である軍事としてはこれに抗議することもできず、また、シムシル島のブロートン湾の岩礁を爆破して、同湾を天然の良好に改造しようという計画を立てていたこともあり、その提案を飲んだ。また、安弘丸のメンバーが硫黄採掘をしている最中に、軍事は知らせを連れて、 島内一周探検を実行しており、かつてアイヌの人間が建てた家屋や橋梁が残っていることや、飲料水が豊富なことを発見した。このため、軍事は活気にさえ気をつければ、捨てごこ担当での越年は可能だと判断し、先見隊十八人のうち高橋伝五郎など九人を残留させることにした。まずは占い、森島を全力で開拓することを目的にしていた、軍事にとってこれは、 苦渋の選択であった、軍事はその著書、千島国占い森島探検士の中でこの選択について、見に、おしびざる書ありと記しているが、占い森島に渡る目処が立たない状態では、事前の策として、これを取らざるを得なかったのである。捨て子こ担当残留メンバーと分かれた、軍事、知らせ、横川ら残りの九人は、安広丸に乗って、シムシル島へ向かっていたが、その途中に、 偶然、八の部から箱館てまで、軍事らを運んだ軍艦岩木と再会する。岩木は測量のため占い森島へ向かうところであり、軍事は便乗させてもらうことを請願したところ、これを許可された。ただし、捨て心担当に残留した国については、任務の関係上捨て心担当への寄稿が無理であり、回収はできないとのことであった。また、この時岩木には、 聖教会のニコライカサート金の弟子である和田平八という男が乗っていた。和田はかつて占い森島などに住んでいたが、四股担当に強制移住させられたアイヌを再び来た千島帰還させるという運動を志しており、千島アイヌはロシア人宣教師の影響で聖教会の信者が多かった。そのために単身バラムシルトでの越冬生活を行おうとしていたのである。 この話を聞いた、軍事らは、単身での越冬は危険だとして、占い森島での共同越冬を進めたが、和田は、決意固く、バラムシル島で一人下船した。そして8月31日、軍事は、右与曲折の末に、占い森島へ到着する。この時、特派員としての仕事が完了した、横川雄二と、母親が大病を患っており、 帰郷を希望していた島野という会員は島に残らず、岩きと狂気管することになったため、同島での越年部隊は全部で7人となった。占い森島における軍事らの越冬は特に問題もなく過ぎた。心配されていた活気にかかる者もおらず、また酒やマスが無人造に取れたことなどもあって、食料にも困らなかった。春が訪れて島の雪が溶け出した頃には、 島を精力的に探検する余裕もあった。しかし、他の島における越冬は、軍事らのように順調に入っていなかったのである。1894年、明治27年5月10日、島の周囲の流氷が流れ去ったため、軍事たちは、和田の安否を確認しようと橋けで、バラムシル島へと渡った。しかし、ついてみると、和田は小屋の中で死体になっていたのである。 片らに残されていた日記から、和田は活権にかかって4月上旬頃に衰弱死したことが判明した。そして6月28日、再び岩木が占い森島に現れた。ここで、軍事は衝撃的な事実を知らされる。捨て心担当で越冬していた9人が、全員死亡、行方不明となっていたというのであった。まず、9人のうち高橋ら4人は、 小屋の中で全員死体になっていたという。岩木の軍医によれば、死因は明らかに窒息死であり、寒気を防ごうと密閉した小屋の中で焚き火をしたための一酸化炭素中であろうとのことであった。小屋に残されていた日記には、彼らが滑気にかかって衰弱していたことが記されており、また、高橋の死体には、戸口の方に張っていった痕跡があったことから、体の自由が利かず逃げ出すことができなかったと、 推測されている。そしてこの日記からは、残る5人は10月に、食料補充のため腰かつま島に出漁し、そのまま帰還しなかったということも判明した。知らせは後に、端けが流されて、腰かつま島から帰還できなくなり合死したか、帰候の途中で船が沈んだのだろうと推測している。岩木が告げた衝撃的な事実はもう一つあった。日清館に緊張が走っており、 戦争になるかもしれないという情報である。この時占い森島にいた7人は全員が予備役とはいえ軍人であり、戦争となれば召集される可能性があった。軍事は軍人としての使命と千島拓殖という自らの夢の間で悩んだが、岩木艦長、柏原長重の強い説得もあり、占い森島引き上げを決意する。この時、 軍事は当初全員を引き上げさせる予定であったが、それにことを唱えた人物がいた。エトロフ島から法医騒ぎ会員5人を引き連れて、岩木に便乗していた軍事のジップ、高田聖延である。聖延は、占い、森島の宅職を完全に途切れさせるべきではないとして、連れてきた会員5人と自分が島に残留すると主張したので、ある。軍事としては、 若者であっても生きていくのが厳しい極寒の地に、老夫、生のべの正確な少年は不明だが、この時六十歳前後であったと推測されているを、残留させることは、到底できなかった。また、新たにやってきた五人の会員は一等の経験も、浅く、もし彼らを残留させるのであれば、経験の豊かな人間による統率がなければ、捨て心担当の二の舞になるのは目に見えていた。しかし、 聖延の,の占い、森島の宅職維持という意思は固く、最終的に軍事は、白瀬に五人を引いての残留を頼み込むことになる。白瀬も当初はこれを渋ったが、最終的に軍事の頼みを受け入れることとなった。この決定で聖延も本意したため、軍事らは占い、森島を去った。一方、島に残った白瀬らであったが、彼らの越冬は、生産なものとなった。 六人中三人は、活っのため死亡し、白瀬を含む、生き残った三人も、愛犬を射殺してその肉を食べることで過労じて命を繋ぐほの危機に追い込まれたのである。しらせらは、1895年、明治28年8月になって、北海道町長官の命で差し向けられた、ラッコ漁漁船に救助されて、千島から帰還し、ここに、 法医稼議会の第一次千島拓職は終わりを告げた。千島から帰還した軍事は招集され、水雷付節隊の分隊長などとして日清戦争に参加した。防災破壊に使用する爆薬の不足に悩んでいた鈴木幹太郎に爆薬を提供したのが軍事である。戦争終結後、法医稼議会の再生を図ってきた千島の重要性を解く演説などを続けた。こうして、 1896年、明治29年の初夏頃には、会員数57人の第二次法医章議会を結成する。この第二次法医章議会は、参加者の中に、軍事の妻など、女性も14人含まれており、探検的要素も強かった前回とは違って、託色のみがその目的であった。また、谷竹平の尽力によって、法医章議会保護案が議会で成立し、 三年間補助金が政府から出ることも決まった。同年九月に占い森島に渡った第二次法医佐尾機会は全準備がしっかりしていたこともあり、今度は着実に成果を上げていくことになる。開拓本部には魚肉の缶詰工場や炭鉱場が建設され、ホロノベ島には分村が作られた。会員も増加していき、1903年、明治36年には、 占い、森島の定住者は170人、男100人、女70人にまで膨らんでいた。しかし、この頃から、会の中には徐々に、きしみが見え始めるようになる。1904年、明治37年1月、日刊新聞、26新報は、北海の無法無語軍事大義の罪悪というタイトルで、軍事の批判記事を連載、全47回した。 その内容は、軍事の人間性や、会員あるいはその家族に対する態度などといった、指導者としての資質に欠ける部分を急断する内容の、ものであり、津淵健県はこれを、現在から見て、数字や人名、あるいは事件の解釈などに、間違いや誤解ないし認識不足と思われる部分が、少なくないことは確かであるが、これらの取材先がもっぱら救法医騒議会員と、 思われる不があり、彼らの演者の声を馬の形で集めようとしている。新聞社の姿勢が伝わってくることも事実であると表している。日露開戦直前という世の中にあってこのキャンペーンは、あまり国民の話題に花な,なかったが、しかし、会員の中に不満を抱く者が出ていたことは、事実であった。例えば、軍事が私服を肥やしているという疑惑。これは、議会には、 経理役が特におらず、会計がいわゆるどんぶり勘定であったことに由来するを抱き、島を脱出して、軍事の弾崖演説を開く者もいたという。軍事は、この演説を行った者たちを、会から除名したが、これは、会の中に不穏な空気を生むこととなった。また、このキャンペーンの以前から、軍事批判を続けていた人物に、第一次報伊佐沖会の千島拓職に参加していた。 シラセノブがいる。シラセは第一次宅職から帰還後に法医者を議会を脱会していた。頼まれた末の越冬が悲惨なものであったことと、その越冬によって日清戦争、1894年7月から1895年4月に参加することができなかったことで、シラセは軍事親子を深く恨むようになっていたのでる。1897年、明治30年。 白瀬は、自身の千島での体験をまとめた、千島探検録を出版しているが、その中で、局会社たる、高田主信が千島に来たことを、品形の明日するは、家の滅ぶなり強く批判し、信は、軍人として、非常なる損害を被るに至ったと記しているほどで、あった。また、1900年、明治33年には、千島義勇警備電両兵設置の件を政府に、 請願している。これは、私的事業によってではなく政府の手で、千島を開発するべきだとする意見書であり、政府が最終的に入れなかったとはいえ、軍事、法医者を議会にとっては、このましからざるものであった。なお、このような経緯と、白瀬の遺品の中に、北海の無後雲のスクラップがあったことや、北海の無後雲の中に、白瀬に直接取材をしているとおぼしき記述がある。 ことななどから、知らせがこのキャンペーンに関わっていたのではないかという、推測もある。海の中に不穏な空気が流れていた1904年、明治37年5月、島へやってきた漁船に、日露戦争が始まったことを知らされた軍事は、義勇隊を組織し、カムチャツカ半島へ進撃した。軍事がこれを実行した理由については、海内の動揺や不満をそらすため、 満州方面のロシア軍に対する陽動作戦などと推測されている。義勇隊はカムチャツカ西岸のオデルナヤ川川口近辺に上陸することには成功したが、7月になってコサック兵に襲われた。これによって義勇隊員に16人の死者が出た上、軍事は捕らえられ、ペトルパブルフスクカムチャツキーの西にあるミルコフという村に監禁される。 そして会長を監禁された法医稲尾議会は引き上げを決定。この時点で、占い森島にいた70人のうち、軍事夫人を含む56人は島を離れた。こうして、第二次法医稲尾議会は、実質上解散した。なお、残った14人も、順次島を離れていき、1908年、明治41年には、別所先地という会員とその妻子の、 計7人のみが島の住人という状態になった。1905年、明治38年、ポーツマスで講和会議が開かれていることを知った軍事は、たまたまミルコフに来ていたフランス人のケガー賞に小村寿太郎外相への手紙を託す。この手紙は、アメリカ人船長の手を経て、小村のとへ渡り、ポーツマス条約第11条にある漁業権設定に生かされたと言われる。 同年9月5日のポーツマス条約締結に伴い、軍事は解放され、日本に帰国した。翌1906年、明治39年頃から、再び法医騒議会を率いて、活動を始め、1908年、明治41年には、土寮園改修水産組合、3年後に、土寮水産組合と解消の組合長にも、就任するなどしている。しかし、 この頃の法伊沢置会はかつてとは異なり、その活動はただの漁業団と変わることはなくな、いた。その上、落語金量の決定、落語の毛皮は高値で取引されたため、会の重要な資金源となっていたや、社運をかけていた酒缶詰の売り上げ不振など、その事業は決してうまくいったものではなかった。1910年、明治43年には、 軍事と他元を分かった後に、南極探検を志していた、白瀬信が、かつての軍事同様に要請問題が難航したため、法医佐尾議会の漁船、第二法医佐尾丸を譲ってほしいと頼んできた。軍事は一度はこれを断ったが、最終的に、大熊重信の説得などもあって承諾している。1915年、大正4年、軍事は参謀本部、 第二部からの指令を受け、シベリアに赴いた。この任務については、記録が残っておらず、また軍事も何も語らなかったため詳細は不明であるが、第一次世界大戦の最中であったことから何らかのスパイ活動を行っていたのではないかと見られている。シベリアからの帰国後は、心臓をあずらったこともあって陰遁するような生活を送った。軍事は1924年、 大正13年8月15日、心臓麻痺のため63歳で没した。軍事の墓所は池上本門寺にある。なお、別所一家は、軍事の死後も占い森島に残り続けたが、第二次世界大戦後のソ連新中に伴って島を離れ、法医祖議会はここに完全消滅した。法医祖議会の関係者が1919 19年、混流した。 石碑、獅子の碑、高だ露半記号が断コンだらけといえども現存していることが確認されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。